8月3日、松山市港町5丁目の伊予鉄高島屋で、子どもたちがデパートの仕事を体験する伊予鉄ワクワク探検隊が開かれました。このイベントは、子どもたちに働く楽しさを学んでもらおうと、おととしから夏休みに開かれているもので、今年は県内外の小学生およそ40人が参加しました。子どもたちは店員からいらっしゃいませやおはようございますの挨拶の仕方を学んだ後、実際に全員で開店前の出入り口に並んで客の出迎えに挑戦しました。この後、各班に分かれて売り場の仕事を体験した子どもたち。紳士服売り場では、ワイシャツの寸法の測り方を教わったり、思い思いのコーディネートを考えたりと、真剣な表情でデパートの仕事の楽しさを学んでいました。ワイシャツやネクタイを選べて楽しかったです。これちなみに、どうしてこの色を選んだんですか？夏だから涼しくしたいから。なんか紳士服の組み合わせるのがとても楽しかったです。難しいとことかな、ネクタイの結び方がちょっと難しかったです。デザインできたり、ネクタイの色とかを決めたりしてできてよかったです。すみません、何回ご利用ですか？イベントの担当者は、職場体験を通して少しでもデパートに親しみを持ってもらえればと話していました。